昨日帰国したところなの。どこに行ってたのか気になる？美味しいカカオ豆とハーブを求めてひとっ飛びしていたの。バレンタインデーにはハイパーデリシャスな材料を使ってシャイニーなチョコを作るのがバリー流なのです。ハートをつかむには胃袋からって言うでしょ。胃袋もハートもパーフェクトにいただいてしまおうと思って、それでは今からシャイニーなチョコを作りたいと思います。というのは冗談、実はもう作り終えて冷やしてあるの。取り出すだけでミッションコンプリートよ。あー、フルーティーな香り、このチョコを食べたらマリーの虜になってしまうこと間違いなしね。ギルティーだわー。あら、誰でもこのシャイニーなチョコを食べられると思った？とんでもない、あなただけに。食べてもらえるかしら。あなたの隣に座ってもいい？だってリアルタイムであなたの反応を見ていたいんだもの。感想をたくさん聞かせてね。